それではドラマ第6話のオーディションを始めます。今回の台本のモチーフは鶴の恩返し。あ、鶴だから白わざと引き付けるのか。レストランを営む男性のもとに現れた謎多き女性との切ない恋物語。鶴子。オーディションでは二人が結ばれる激しいベッドシーンも演じる。では指名順1番の方。はい、これで1番なんだ。持ってるわ。三好ちゃんの気持ち分かっちゃう。やばい、超緊張する。1番を引いたのは三好。昨日一緒に稽古したのは2人。これは緊張するね。うわ、どっちや。三好に一途に思いを寄せる陸と、前回一緒に主演を演じ距離を縮めたシオン。これは、いけ。果たして誰を選ぶ。エミヨシさん、よろしいでしょうか。はい、それではエミヨシさん、一緒にオーディションを受けたい相手を指名してください。リクト君、お願いします。おーい。はい。三好が指名したのはリクト。おい。もうなんか複雑だね。あ、でも良いよ良いよ。はい、ありがとうございました。2番あかり、一緒にオーディションを受けた相手を指名してください。ハッシーさん、お願いします。いいよ。もう3番涼介。では一緒にオーディションを受けたい相手を指名してください。はい、どうするゆきちゃん、お願いします。おー偉い。でもまっすぐお願いします。選んだのはゆうき。一緒にいてほしいんだ。はい、ありがとうございました。4組目は自動的にユアとシオンのペアに。シオン君が選ばれないことで、大丈夫。うわ、落ち着いて。そうよな。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。うわ、飛びそう。なんか意外と三好ちゃんも見るのきついな。なんか
そんな感じしますよね。うん、それではオーディションの結果を発表いたします。今回個人戦でしたので主役に最もふさわしいと思う一人を選ばせていただきました。今回の主役は